皆さんこんにちは、にへです。台湾に留学したい、学生でも社会人でも中国語を学ぶために語学留学に興味のある方は多いと思います。就職活動でも転職活動でも都心部でも地方でも中国語が話せると今の時代めちゃくちゃ有利です。中国語を学ぶために留学しようかなとちょっとでも関心がある方もいらっしゃると思います。ただ実際に留学に興味を持っていても実際にどうなのって思いませんか？僕は26歳の時に台湾へ留学しました。当時勤めていた会社も辞めて、周りの友人からは、二兵何考えてんのと不思議に思われながら台湾へ行きました。正直、当時はまず中国語を最短で話せるようになる、これだけを考えていて、その後の就職やキャリアなどはノープランに近かったです。それから何やかんやで6年が経ち、今でも台湾で仕事をしています。今日は実際に留学してみた僕の体験を通して、留学してみて正直どう？といった話をさせていただきます。学生で留学を検討している方、社会人で転職活動を見据えてスキルアップで留学したい方に役に立つ動画になっております。よろしければ最後までご覧ください。僕は会社を辞めて留学をしました。当時26歳で、友人の中には結婚して子供もいる人もいたし、会社で出世して責任ある仕事をしている友人もいました。なので友人からは、二兵何考えてんのとか、留学した後、その後のキャリアは考えているの？今更留学？とか、結構現実的で手厳しいアドバイスもありました。それでも実際に台湾に留学してみて、まあ、仕事をしてみて、気がつけば6年経っているんですけど、留学に来た時も、台湾で働き始めた時も、そして今この現在も、やっぱり台湾に来てよかったなって、あの時会社辞めて留学しておいてよかったなって思っています。留学に来て良かったなと思うところが3つあります。1つ目は視野が広がるですね。中国語の情報を自分で直接読んだりとか聞いたりすることができるし、日本にいたら絶対関心を持たないようなことまで知りたくなるし知れるんです。大げさな言い方をするけど、すごく世界が広がったなと思います。これはニュースやブログ、本もありますが、交友関係も広がります。台湾の友人、中国の友人、シンガポール、マレーシアの友人、当たり前なんですけど、中華圏って本当に広くて、中国語を使って生活している人はとっても多いんですよね。なので、いろんな人と友達になることができるんです。地元にいたら、こんな多種多様な人と友達にはなれなかったと思います。二つ目が、言葉の心配が減るです。言葉の心配なしに、中国や香港、マレーシア、シンガポールなど、他の中華圏に行けるんですよ。中国語を話せるって結構便利です。三つ目が仕事の幅が広がります。これを本当にお伝えしたいです。僕はですね、大学を卒業した時にちょうど就職氷河期で、まあ、自分のせいでもあるんですけど、仕事を選べませんでした。今でも僕自身大した能力はないんですけど、中国語を話せることによって、この仕事もできる、あの仕事もできる、当時では考えられないような状況になりました。そもそも中国語を使って台湾で働くのか、日本で働くのか、もしくは中国へ行くか、起業するのか、自分次第で選べるようになるんですよ。留学の一番のメリットは言語を習得することではないと僕は思っています。僕なんかですね、正直言うと中国語は実はまだまだ下手です。僕より上手な人はたくさんいるんですよ。でもどうして仕事をできているか、お客様からご依頼をいただくかっていうと、中国語の能力、プラス現地での経験があるからです。台湾での生活経験、台湾社会の知識があるので、お仕事の依頼をもらっています。転職活動でも、新卒の就職活動でも、この現地での経験がある。これが仕事を選ぶ上で、仕事をする上で、かなりの強みになります。学生であれば、社会人より語学の取得が早いので、おすすめですし、社会人の方であれば、日本での仕事の経験、プラス、台湾での生活の経験、プラス、中国語の能力、この相乗効果が生まれると思います。今日は僕の拙い経験で申し訳ないんですが、26歳の時の自分は、留学の後のことなんか、本当にノープランでした。ただですね、やっぱり、台湾に来て、まあ、留学してみてよかったなと思います。就活のために、転職のために、もしくはただ単に留学したい、台湾が好き、中国語が好き、どんな理由にせよ、留学は僕は結構おすすめです。留学しない理由はあんまりなくて、まあ、強いてデメリットを挙げるなら、台北は家賃がめちゃくちゃ高いっていうのと、物価が思ったより高い。この2つですね。
これはかなりのデメリットです。費用計算はちゃんとした方がいいです。じゃないとですね、僕みたく台湾に着いた後にお金がなくて大変なことになります。本日は以上です。ご質問などあればコメントください。 Facebook、Instagram でも情報発信しております。よろしければチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。